暮れの祭典世界最強タッグ、今年は世界オープンタッグ選手権から数えて26年目を迎える。王道マットに刻まれた四半世紀の歴史は激闘のドラマの連続だった。 12.6 武道館のリングで生き残るのは果たしてどのチームなのか。新選組土方隆二、どーんと胸を貸す一戦となるでしょうか。改めましてこんにちは。全日本プロレス中継、今宵は12月2日新潟県長岡市厚生会館の模様をお届けします。実況は私村田春夫、そして解説には皆様おなじみ菊池隆さんにお越しいただいております。菊池さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今第1試合、石狩にとってはもう忘れることのできない、まさにメモリアルなこのゴングが今鳴り響きました。菊池さん、はい、この石狩選手、今宵デビュー戦という形です。いや、昨日後楽園ホールで、はい、言われて、もう昨日から緊張しまくりだったんですよ。そりゃそうでしょうね。ということは唇乾いてましたからね、はい、もう昨日の後楽園の時点では、はい、この石狩選手の方にはお前明日デビューだぞという、はいはい、正式に聞いたのは昨日後楽園ホールだったんですよね。それはもう眠れぬ夜を過ごしたんじゃないでしょうか、はいはい。まあ、先ほどの入場もこの石狩太一というリングネームから分かるように、この石狩選手は北海道出身。石狩市出身ですね。なるほど。岩見沢農業高校でアマレスずっとやってまして、はい、北海道2位に、63キロ級ですけど北海道2位になってるそうですよ。やはりバックボーンはかなりしっかりとしたものを持っているという、はいはい、まあね、この石狩選手、まあ、練習生時代からもこのリングサイドでね、はい、いろいろ活躍をこなす姿、はい、我々も目にしていましたけども、熱心な子ですよね、はい、去年の8月に、ね、横浜の道場で武藤と長谷がマットのキャンプを張ったんですよね、はい、その時に上京して来てそのまま入門して、だからもう1年3ヶ月練習生生活を送ってますからね。それが実って12月2日2002年の12月2日晴れてプロのレスラーとして石狩太一デビューいたしました。まあ、先ほどの入場テーマ曲もその北海道にちなんだ松山千春さんのテーマに乗って曲に乗って入場してまいりました。この石狩太一、これからは言い訳もそして何も許されない厳しい厳しいプロフェッショナルレスラーのこの舞台に立つ石狩太一でありますが、このデビュー戦、一体石狩にとってどのような結末が待っているでしょうか。さあ、今オープンにエスケープ、そしてですね、菊池さん、はい、このね、石狩選手のデビュー戦を務めるこの土方隆二、はい、どうなんですかね、レスラーとして先輩としてデビュー戦の相手を務めるというのは、まあ、かなり難しいんですよね。日本でデビュー戦の相手一番たくさん務めたのは北澤三吉なんですよ、はい、人のいい人ですから、相手のところを引っ張り出してやろうという気が強いんですよね、はい、土方はまだあまり慣れてないからどうかなと思ってちょっと不安あるんですよね。そうですね、やはり何かこの土方選手とこの石狩選手、まあ、デビューするまで何か密接な師弟関係というものはあったんでしょうかね。直接の師弟は武藤と師匠は武藤と長谷で、目標としているのは淵ですから。あ、なるほど、これは兄弟子ですよね。兄弟子という形で、
何かこのデビュー戦の相手を務めるということで土方とこの石狩の間は何か特別な関係があるかと思ったんですけど、あくまでも一兄弟子レスラーとしてこの石狩のデビュー戦を務めました。ボディースラムから特別な関係があったらさっきやりにくいでしょ。あ、本気でいけないと思います。なるほど。土方はともかくさせて石狩の方に何かそういう気負いみたいなものが出てしまうということでした、はいはい、さあキレのいいドロップキックを見せました。さあもう一発綺麗に飛んでるよ。まずはこのドロップキックが基本となりますからね、はい、得意技はドロップキックだっちゃう。なるほど。この今は拙いしかし見事な切れ味を持っているドロップキックでありますが、いつかこのドロップキックが世界を取ることが来るのでありましょうか。ジャンプ力はいいですよね、さあまずはこの足を取ってテイクダウン、そこからストンピングを打ち込んでいきます。まだまだぎこちないこのストンピング、しかし魂を込めて土方の胸板に打ち込んでまいります。おっと張り手だ。まずはこの兄弟子からの厳しい洗礼、張り手を打ち込んでいきます。いやしかし菊池さん、まあこの新生全日本になりましてね、はい、まあ生え抜き生え抜きと言われてきた宮本和志ですけども、はいはい、ついにねこの無党体制における、さあここで片手片手、さあ返せるか、なんとかカウント2で返していきます。武藤社長の新体制の中での初めての、そう第1号になりますね、はい、第1号となりますよね。新生に宮本に続いて2号ってことですけど、はい、まあ宮本にとってもこれで自分の下がやっとできたということになりますよね、はいはい、プロリーしようかどうかバレてる時に宮本がお前ハリハリ言ったそうですよ。あ、そうなんですか。やっぱり宮本の下が落ちたってことですね。あ、ちょっと待ってくださいよ、これは強烈なハーフボストンクラブ。さあこれを張ってサードロープエスケープしていきます。今ね菊池さん、はい、腰が落ちてなかったから、はいはい、なんとかエスケープ できましたけど、はい、落ちていたらちょっと今ギブアップしかなかったですよね、まあ、体がちょっと細いですからね、はい、やっぱりレスラーっていうのはキャリアでもって打たれ強くなってきますからね。そうね。さあボディースラム、今の石狩にとってはこのボディースラム一つとっても必殺技の痛みがあるでしょう。それだけで悶絶の表情を浮かべてまいる。ああ、そしてこれはもはやボストンクラブではない、シャチホコ固めととも言いましょうか。今ここで石狩が力なくこのブルーのマットを2回叩いていきました、3回叩いていきました。ギブアップの意思表示、石狩太一のデビュー戦はほろ苦いギブアップ負け。さあ土方隆一もこのプロの厳しい世界をその石狩の背骨にしっかりと植え捨ててまいりました。菊池さん、はい、石狩選手のこのデビュー戦どう見ましたか。センス悪くないから楽しみですね、それでコールとともにテープが巻きたんでしょ、はい、やっぱり攻撃する人がいる、まあ、身内を呼んだのかもしれませんけど、そうですね、やっぱり心強いですよ。これがまあ小さな一歩ではありますけれども、大きな一歩とね、レスラーにとって石狩にとって大きな一歩となるかもしれません。どんな大スターでもデビュー戦ではこういう目に遭うんです、はい、それから始まるんですからね。そうですね、まあ、全日本プロレスファン、そしてプロレスファンはこの石狩のこの今の姿をしっかりと目に焼き付けておいて損はないでしょう。やっとデビューするのが来て本当に嬉しいです。僕はずっと同期のやつが一人二人亡くなってた中、一人やってきて本当に良かったと思います。まあ家臣が逃げ回っているのか、それとも流れがね、逃げ回ってるというか味方につけて取り込もうとしているのか、微妙な動きですからね、やはり剣道家臣にとってもこの数林を挑戦者に迎えるのが一番怖いといった気持ちなんでしょうかね、そういうところもあるかもしれませんね、敵にするよりは味方にしとけという感じが最近受けますからね、はい、まあ、この数林もね、最近起こっているそのゼロワンとのジュニア構想において、はい、まあ、一時休戦して剣道家臣と休戦して、はい、まあ、共に全日本を守るために頑張ろうとは言ってますけども、はいはい、まあ、何かその動きになるにつれどんどん数林の挑戦権が遠ざかっていくというねうまくはめられたって感じもしないと思いますけどね、はい、ただやっぱり他団体の選手とやるっていうのは一味違ってファイトも湧きますからね。そうですね。さあ数林がバンドを利用してのバックハンドエルボー、奥村に一心報いていきます。さあなんとか耐え忍んだ勝林が淵正信にタッチ。さあ今度は淵がさすがこの辺は百戦錬磨、相手のスタミナを奪うペースを乱す場外戦に持ち込んでまいりました。さあフェイントを利用して鉄柵だ。
奥村を鉄柵地獄。この長岡市厚生会館リングサイドのお客さんに見せつけるかのように、岸正信が奥村を鉄柵地獄に陥れてまいります。やはりこの辺がクセモノですよね。フチは今もちゃんとフェイントかけてやってますね。カズというかずるいというか、まあ老害ですよね。そうですね、カズがいい形でフチにタッチしてリング内でやるのかと思いきや、さっとね、はい、戦場場外に移す。奥村にしてみれば面食らったでしょうね、まあ、ペース乗りかけたところだったですよね、はい、さあたっぷり痛めつけた後はリング内での顔面踏みつけ、苦悶の表情を浮かべます奥村茂雄。この中でいわゆる唯一ヘビー級と言われておりますこの奥村茂雄ではありますが、さすがに百戦錬磨の猛者口真三郎の前ではなかなか自分のペースが握れませんが、まずは岸田シエルボー、いや岸田シエルボーありがとう。そしてアピールしてからエクスプロイダーの体勢だが、これは淵が踏ん張ってカズもすかさずフォローに入ります。やはりなかなかペースを握らせてもらえません奥村茂雄。そしてカズがトップロープからミサイルキック、そしてストンピング、ロープのリバウンドを利用して突っ込んでいったところを捕まえて、さあカズをエクスプロイダー一発でカズ林を悶絶。しかし淵がまだエプロンサイドに下がる前でした。簡単にカウントをカットされてしまいました。さあジャブを、なにわが1回転、カニの空中回転が、おっとアルゼンチンバックフリカからなんという荒技、これはスパイシードロップか。いや今の技は驚きですね。いやカニから来てますね、さあカズが怒った、なにわの未知なる荒技を食らってカズの闘志に火がついた。さあなにわもこのカズのために技を温存していたのか、いきなり弾けるような攻撃を見せましたが、それが逆にカズの闘志に火をつけた。ダブルA4そのまま抑え込む、どっ返した、それをカウント2で返します。しかし先ほどのダブル4から、おっとこれはさあ対応で回転、ファイナルカット、ファイナルカットリング中央で炸裂。さそしてそのカズナ見事なフィニッシュムーブを淵正信もしっかりとフォローしておりました。いやー最後のカズのファイナルカット、はいはい、カズは完全にカズのペースだったんですけど、フチはもう必要に奥村を抑えてたでしょ。そうですね、やっぱりさすがフチですよね、はい、奥村としてはね一番カズが働きやすい場所を作ってやる、はい、奥村としてはまだちょっと余力が残っていたところなんですけども、はいはいはい、それを見透かしてのフチの見事なカット、最後はリング中央でファイナルカット炸裂。グランナニワの粘りをカズ林が断ち切りました。さあ剣道家臣がエルボースマッシュ、ヨーロッパ仕込みのエルボースマッシュをこのメキシコの王様グラン・ハマダに打ち込んでまいります。さあこの体勢はやばいぞ。さあ今度はエクストリームブレードをまずは投げ込んで、さあまずはドロップキック、さあそして大丈夫なようですね、はい、家臣の得意中の得意の攻撃、グラン浜田にこの厚生会館の天井を拝ませておいてから地獄の痛みをグラン浜田に味わわせていました。さあ今度は平井信和が剣道家臣サイドバスターで落とすのか、さあそのまま片指固め、さあこの剣道家臣この世界最強タッグ決定リーグ戦最終日であります12月6日日本武道館大会において、あのゼロワン高岩達人との世界ジュニア選手権試合があります。いや菊池さん、はい、全日本バッテリーついにねジュニアにもねその他団体の波が押し寄せてまいりましたけども、で
高岩に取られると高岩は三大メジャーのジュニア全部制覇したことになっちゃいますからね。そうですよね。いわゆる IWGP 世界あのノアの GHC も取ってますから、はい、いきなりそのグランドスラム達成という偉業を達してしまいますからね、はい、まあ家臣としてはまあ何が何でも自分のためそして全日本プロレスのためにもね防衛しなきゃいけないですけども、はい、今のところゼロワンマット、そしてこのね全日本マットでも家臣がね高岩にちょっと押し込まれるシーンが目立ってますからね。そうですね。ただあの高岩の新人時代から知ってますから、はい、今のところ泳がしてるという感じが長きにしもあらずなんですよ。 そうですね、そこは家臣の作戦というのはちょっと人に読めないところがありますからね。先日の行われたゼロワンの大会でもね、カズ林と、まあ、家臣は自らの素性を、ね、隠してミスタープロベルという名前で参戦しましたけど、そこでも高岩からフォールを奪われてるんですよね、はいはい、あのプロベルも誰が見てもバレバレのプロベルですからね、まあ、本物のミスタープロベルはね、はい、剣道家臣敵意をむき出しにしているまさに謎のマスクマンではありますけども、はい、昨日の後楽園ホールにも乱入してきましたからね、そうらしいですね。まあ、家臣としてはその、ね、高岩との世界ジュニアを控えて、まあ、そのミスタープロブレムも相手にしなければいけないという、はいはい、頭の痛い状況が増えてしまった形ではありますけども、昨日コラケンホールのお客さん乱入してきた時に高岩って人がかなりいましたけどね、ちょっと違ったようだったですけどね。そうですね、まあ、家臣も、ね、乱入してきたのが高岩だったらまだ良かったかもしれませんね、はいはい、その武道館につなげて。しかしプロブレムが乱入してくるとは思わなかったでしょうね、はい。さあ平井が今度はトップロープ、ダイビングロー、的確に胸板に打ち込んで、おっと姉崎五郎レフリーのカウントを家臣が、なんという乱暴なカットでありましょうか。これはもう一つ間違えば反則負けになりますからね。レフリーが3つ叩かなきゃ3カウントにならないですからね、さあパワースラムはカウント2。さあエクストリームブレード、先ほど膝を痛めてガクンと戦闘力が落ちたのでありましょうか。まあ、大丈夫なんですけど、今もあの、はい、ブリッジのところを取れなかったですから。そうですね、おっと、はい、でもしかし今のモルタルは見事でしたね。そしてベリートゥーベリー、これをカウント2、必死に盛り返そうとエクストリームブレード、おっと面白い形から入っていくバックドロップを見せます。さあそしてなんだ倒立から、おっとそのままレッグドロップ、そして平井をそのまま抑え込んでいきます。いや今のは面白いギロチンドロップでしたね。ギロチンというのは僕は同じ角度しかから来ないものと思ってましたけど、はい、この男あちこちの角度から出してくるんですよね。そうですね。さあ家臣がランニングネックブリーカードロップ、そのまま抑え込む、これをカウント2で返していきます。さあ今度12月6日の武道館でもこの天下の宝刀エルボースマッシュ、そしてランニングネックブリーカードロップが高岩に炸裂するのでありましょうか。全日本のジュニアの主導、世界ジュニアのベルトを家臣は守りきれるのでありましょうか。まあしかし先ほど菊池さんがおっしゃったように家臣なら全勝戦でね。さあノーザンライト、ノーザンライトところを今エクストリームがカット。しかし菊池さん、確かに菊池さんがおっしゃったように家臣ならね、全勝戦をわざと負けるということはするかもしれませんからね。そのくらいのことはやりかねないことですからね、相手を油断させるからね。またそういうね、いやらしい知能犯ぶりがね、はい、他の選手からね、またヒートを買う部分なんですよね。相手に何を考えてるかわからないと思わせるだけでもプラスですからね、はい、まさに今この家臣をバックドロップで放り投げたグラン浜田にとっても、こいつは俺を何だと思ってるんだという怒りがふつふつと湧いていることでしょう。対角線に振って体ごとぶつかっていくエルボー。さあ出るか、他の長岡厚生会館の天井から、なだらしきフランケンシュタイナー、そのまま体固め、さすがに危ないと思ったのかエクストリームブレードがカットに入りましたが、平井の攻撃によって場外転落。さあグラン浜田が見せるか、スイング DDT、 あしかし耐えられた、そのまま弟子弟子、さあこれは読めなかった、後ろから、あーここで姉崎五郎レフリーがゴングを寄せ、さあこれから第4試合6人タッグマッチ。
ッチ。まずは先頭 PJ フリードマン、そしてジミー・ヤン、その後ろテクノロジーターマイク・アッサム入場であります。さあ入場しました、このジミー・ヤン、そして PJ フリードマン、マイク・アッサムのコンビ、まさにこの時点でチームワークはバッチリでありましょうか。この PJ フリードマンとマイク・アッサムは2002年世界最強タッグ決定リーグ戦エントリーされております。さあそしてこの新潟県長岡市厚生会館にこのテーマ曲鳴り響きます。このマイク・アッサムと PJ フリードマンがこの新生全日本の新たなる外人パワーとすれば、まさにこの旧世代、まだまだこの新参者には道を明け渡さないとバーシティクラブ21が道を阻みます。先頭宮本和志、その後ろマイク・ロトンド、そしてドクター・デス、スティーブ・ウィリアムス、あっといきなり捕まっていったのか。いや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 、いつもやるところにお前がいるのが邪魔だったわけですよ。はい、そうですね、このウィリアムスのこのリングを縦横に駆け巡るいつものパフォーマンス、 PJ フリードマンが当選簿していました。まあ、ロープの張りを確かめる意味があるんですよね。はい、さあジミー・ヤン、今宵も華麗なる空中スタートを見せてくれ。さあ戦う心理学者、殺人心理学者 PJ フリードマン、さあ元グラデーター兼マイク・アッサム、外人の中で日本人の魂、山の魂を見せるか、宮本和志、そしてマイク・ロトンド。さあスティーブ・ウィリアムス、この中では俺がナンバーワンだ、お前などの鼻から相手にはしていない、そのような表情を見せておりますスティーブ・ウィリアムス。さあこの外人6人タッグマッチ、その中に1人入っている宮本和志、やはり菊池さん、注目は宮本になりますかね。はい、宮本と、あのヤンの絡みは面白いですよね。そうですね、あのグラジもね、調子、あマイカさんですか、はい、グラジーターってつい出ちゃいますけど、あの体落ちてませんし動きもいいですよね。そうですね、だからこのフリードマンっていうのはちょっと荷物なんですよね。あ、まだやはりね、まあ、あの結局はまあもう最強タッグリーグ戦、はい、優勝の望みなくなっちゃって4敗してますから、はい。さあその注目の宮本勝志、そして別の意味での注目の PJ フリードマン、まずは先発であります。この PJ フリードマン、今回が初来日でありながらいきなり世界タッグ最強タッグ決定リーグ戦にエントリーされるという幸運なラッキーな男。まずは体格に勝るフリードマンが押し込んでいきます。ドロップキックで一矢を報いていく宮本勝志。先ほどデビューした石狩太一、宮本にとってはついに追いかけられる立場になりました。しかし宮本にとってもその石狩という存在は刺激になっていることでしょう。さあこの PJ フリードマン、殺人心理学者という物騒なニックネームを持っておりますが、188センチ130キロ、なかなかの巨体の持ち主であります。15歳から空手テコンドーを学び、その後あのダンスバーンや、そしてホイラーグレイシーのもとアルティメットファイトを習得したというバックボーンがあります。そしてあの黒ひょうジョニー・ロッズのもとでトニーリングを積むという、これなかなか菊池さん面白い。そうですね、ただね、あの格闘技の経験は確かに豊富ですけど、プロレスのタイミングまだ完全にマスターしてないんですよね。そうですね、しょっちゅうタイミング外してるんですよ。はい、でそれをつけ込まれて、まあ、黒星重ねてるわけですよね。まあ、ウクライナ人にとってはちょっとお荷物のパートナーになってるじゃないですか。まあこのね、開幕前までは未知なる競合として何をしてくるかわからない怖さというものがありましたけども、はいはいはい、まあ、あの未知の競合というのは当たり外れ大きいですからね。そうですね、あのフリードマンはちょっと外れですけど、はい、あのさっきの黒人の、ブレードですか、はい、エクサリムブレード、あれは大変なこと言い出しもんですよね。そうですね、まるであのねゼロワンにおけるローキーのようなね、そうです ね、はい、何か掘り出し物っぷりがあるかもしれませんね。ブラジもあの FMW、まあ、インディーではトップ取った外事人ですからね、はい、もう少しいいパートナーつけばもう少し成績上がったと思うんですけどね。そうですね、
まあ、そしてこのマイク・アッサム、まあ、FMW グラジエーターとして大暴れ、まあ、その後いわゆる ECW そして WCW そして WWE の方世界中の、ね、はい、団体を渡り歩いてきた男ですからね。まあ、でも日本の FMW で上手くなったんですよ ね、 そうですね。最初はビッグタイトルの方が良かったんですけど、はい、あっち面抜いてしまいましたからね。もう今やもうビッグネームとしてね、その世界中に名を轟かせてますけども。さあ、そして対するはこのスティーブ・ウィリアムスですけどもね、このバーシティクラブ21としてこの最強タッグリーグ、なかなかまだまだ優勝の目は狙えるところにとどまってますけども、まあ、前前年度の優勝チームですからね。はい、まあ、このねウィリアムス、ロトンドもね、まあ、今回の世界最強タッグリーグ戦が優勝すればそのまま47代の世界タッグ王者になるという、はい、おまけつけありますから、なんとしてでもねあの頃の輝きを取り戻すために、はい、そのバースティークラブは踏ん張りたいところですよね。はい、まあ、ウィリアムスは前から挑戦させろさせろって言ってましたけど、はい、こういうチャンスがあるんですからこれで取るという気になってほしいんですけど、はい、なんかちょっとまあ、遂げすぎたのかなという感じもしないでもないですよね。でもはっきり言って今回のこのリーグ戦ですか、はい、ウィリアムス・ロトンドにとっては最大のチャンスですよね。まあ最大で最後のチャンスかもしれません、ね、いや、まあ、確かにそうなるかもしれませんけども、もともと元はといえば大阪で、はい、ブライアン・アダムス、ブライアン・クラークのクロニックがね、はいはい、まあ、王者になりまして、はい、まあ、その王者組がブライアン・アダムスがプロボクサーへの転向という前代未聞の理由によって、はいはい、ね、あの年齢でね、はい、まあ、それで返上という形で世界タッグのベルトが空位になりまして、はいはいはい、まあ、そこでまたさらなるね、はい、熱い戦いがね、タッグ、ね、ベルトにおける熱い戦いが再燃するかと思いきや、はい、マイク・バートンとジム・スティールがね、はい、急遽新日本に移籍してしまったということになりますから、まあ、ウィリアムス・ロトンドにとってはライバルが減ったという形になりますから、まあ、マイク・バートンシール組ですか、はい、あれに比べたらこのバッシュクラブの方がはるかにいいですよいいですか、はい、スティールってのはやっぱりセンスなかったですからね、はい、まあ、でも言ってみればその単純に数がね、はい、ライバルが減ったという意味でね、はい、そうですね、まあ、バートン・スティールもその外人同士のジェラシーというものがすごくありました、ありました、はい、その日本人相手ではあまり見せない気迫というものをね、はい、外人同士では見せていたところがありますのでね、はいはい、ただそうなるとちょっと試合が大味になってしまう気合もありましたけどね、はい、まあ、そういったその目の上のタンコブがいなくなったこのマイク・ロトンド、スティーブ・リアスのバーシティクラブとしては今回の2000年世界最強タッグ決定リーグ戦ではきっちりと勝って優勝をかっさらって、相手が軽いから気持ちよく回してましたね、はい、世界タッグのベルトも奪取したいところではありますが、ロトンドの見事なエアプレーンスピンがジミーヤンに炸裂。普段は自ら飛んでくるくる回転するのを得意としているジミーヤンでもさすがにあれは頭にきたか。さあ、ウィリアムスが見事なリフトアップ、危ない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 、いや、何をするか分かりません、この殺人石、危ない危ない、実況席の前、これは困ります、機材もろとも、そして我々もろとも、ジミーヤンを破壊してしまおうといった魂胆でしょうか。ヤムはおもちゃにされてますね、さあ、そして再び現れましたこの PJ フリードマン、まあ、先ほどその試合が始まる前にウィリアムスのこの動きを邪魔したということでウィリアムスに足にされましたが、それにも物怖じしない態度を見せた、なかなかハートは強いようです。しかしまだプロレスというこのプロレスのマットではなかなか本領発揮といきません。慣れてないというか寝れてないんですよね、まだプロレスに。まあ、今のところ得意技というのはいわゆる関節技キックという、はい、アルティメットファイト仕込みの、ね、はいはい、技を得意としてますけども、いかにプロレスに順応できるかというのが課題になってきますね。大きな技は使えるんですけど、そのつなぎの技はまだ使えないというところがあるんですよね、はい、でどうしてもタイミングが狂っちゃうんですね。まあ、しかしこの男アルティメットファイトというバックボーンもそうですけども、ニュージャージー州のラトガー大学で心理学を専攻して卒業しているというね、はいはい、変わった経歴の持ち主ですよね。あ、昔ねジェリー・グラハムってあの催眠術をリング上で使うレスラーがいたんですよ、はい、実力は大したことなかったんですけど相手がもう催眠にかかってしまったという、まあ、これ一種伝説でしょうけどね、はい、まあ、まさにその蘇りし、はい、催眠術がこの全日本マットで出るのでしょうか。まあ、本人は独身術を得意とすると言ってますけども、まあ、心理学と独身術は違うような気がしますけどもね
さあそのさすがの PJ フリードマンもこのバーシティクラブ21のこの攻撃は読めなかったのでありましょうか。肉体的にも心理的にもかなり追い込まれております PJ フリードマン。さあこの来日前にも来日前のおっとウィリアムスが椅子を持ち込んだぞ。そしてロトンドがあってフリードマンのこの心理学を専攻して卒業したという明晰な頭脳の持っているこの脳天に椅子を振り上げ、やっぱりフリードマンこういう場外乱闘とかラフファイトに慣れてませんからね、まあ、そしてこのバーシティクラブのねウェルカムオールジャパンプロレスという意味も今も込められてるんじゃないですか、はいはいはい、お前こんなもんで通用すると思ったら大間違いだぞと思ってるかもしれませんからね、そうですよね。まあ今年の初めに来日していたあのセッドマンにもね対してもね、はいはい、ウィリアムスとロトンドはかなり厳しい攻めを見せたりしましたからね、はい、このいわゆる新参外国人レスラーに対してはやはりきっちりとねその上下関係を見せつけるというのがこのバーシティクラブのやり方ですよね。コサンヘの意地というか嫌がらせと言いましたねありますよね。さあそして今度は宮本がテーピングでフリードマンの脳天をゴシ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 、さああまりの摩擦によって宮本の手が熱くなってしまいました。そして首投げからスリーパーホールド、フリードマンの動きを止めてまいります。さあこのフリードマン来日前の11月15日、ワシントン DC のジョージタウン大学で心理学の聴講を受けるという卒業後もまだまだその勉学に対して貪欲な姿勢を見せております。心理作戦に磨きをかけました。その後深夜まで大学構内のフィールドでトレーニングを積んでいたといいます。大学構内にある銅像に対して自分の得意技であるサイコスリーパーをかけるというなかなかクレイジーな一面を見せるこの PJ フリードマン。しかしその心理学をもってしてもこの全日本プロレス王道マットではなかなか結果を出せません。若武者宮本にいいように扱われております。首投げからサイドヘッドロック。さあ今度は宮本がうまくコーナーに押し込んでいきます。いや菊池さんこの宮本とバースティークラブの息なかなかいいですね。いいですね、宮本も生きてやってますね。そうですね、頼もしいパートナーが両側についているということで、フリードマンなんか舐めてかかってますよね、はい、あっとフリードマンのリップブーツを食らってウィリアムスの動きが止まりました。そしてクローズラインを食らいますが、おっとヤンが速い速い。さあそしてこの方、これがヤンの魅力であります。さっきおもちゃにされたお返しですね、さあ今度はストマックにピックを打ち込んで散々弱らせておいてから何を見せる、ジミヤン、しかしロープのリバウンド、おっと、そう、そして飛びつきのフランケンシュタイナー、さあ、うるさいロトンドもドロップキックで、そのままサマーソルト、しかし待っていたら、ドクターボブ、そのままカウントが入る、アッサムがカウントに入ります。さあ注目でありますこのマイク・アッサムとスティーブ・リアムスの絡み、さあヤンもアッサムに助けられて九死に一生を得ました。さあ若武者宮本和志、すっかりそのパンプアップされたビルドアップされた肉体が注目されるようになりました。さあヘビーの肉体で飛んでいくぞ、フライングボディアタックからプレス。さあ今度は対角線に振っていきます。もみ上げ野郎と言いながらエルボー、そしてこの体勢はさあ回れ回れ渦潮スイング。先ほどはロトンドのエアプレンスピンでぶん回されたジミーヤンが今度は宮本の渦潮スイングでぶん回されております。ヤンの体型ってのはよっぽど投げやすく回しやすいんですよね。そうでしょうね。さあ今度はしかしカンガルー式のドロップキック、さあヤンはタッチできるか、そしてマイク・アッサム出てまいりました。アッサム、さあジェラシーの塊、一気に俺がオールジャパン外人ナンバーワンだと言わんばかりにアッサムが突っ込んだ。これはアッサムが今日はアッサム最難日パワーボムをこうやるんだ、アッサムボム、アッサムボム。さあアッサムボムを見せました。フリードマンはコーナーでぐったり、肉体的ダメージよりも心理的ダメージ、心理学者が心理的ダメージを食らっております。そしてこれは
相変わらず見事ですよね。なんというフライングボディープレス。この体であの飛距離はそういませんよね、はい、いやとんでもない音です。あ、これは1回この体勢おっとかわしたかわした、スクールボーイだ、スクールボーイ完物。さすがのアッサリも焦った。クローズラインを打ち込んで7番、改めてこいつをお見舞いだ、スーパーサブボム、そのままスリーカウント。頑張りましたけど、あれをちょっと仕方ないですね。そうですね、あの丸太のようなクローズラインから、あ、思いっきりアッサンボム一度外されてるんで思いっきりやってましたからね。最初はね、通常のアッサンボムはなんとか返していったんですけど、さすがにあのランニング式のスーパーアッサンボムですか、でロック系だったんでかかるかなと思ったら、もうさすがに両足バッターも抱え込んでましたからね。そしていや、なんといってもこの身体能力の高さ、ダイカアッサム、いや、これはとんでもないやつが全日本に現れましたね。はい、これはもう、よく帰ってきてくれたなという感じですよね。さあ、敗れながらも、なかなか素晴らしいタッグプレーを見せました。このバーシティクラブと宮本和志、敗れながらもその存在感は向上しました。1月23日後楽園ホール、王道マット恒例の暮れの祭典2002世界最強タッグ決定リーグの開幕戦が行われた。初戦を飾ったのは太陽ケア小島聡組、ロトンドウィリアムス組を下して幸先よく勝ち点2で白星スタートとなった。メイン戦の武藤アニマル組はアジアタック選手権者の嵐荒谷組と戦い、武藤組の急増コンビが快勝した。11月25日福岡小倉北体育館、開幕戦で黒星発進となった嵐荒谷組は永井光也安城洋次組のサブミッションコンビと対戦した。試合はお互いに一歩も引かず無情の30分ドロー、両軍とも無念の勝ち点1にとどまった。ゼロワンから参戦した最も熱いコンビ大谷田中組のエンブレムはマイク・アッサム PJ フリードマンの初参戦チームと対戦した。FMW 以来となる田中とアッサムの激突は壮絶を極めながらも再会を喜び、心から戦いを楽しんでいるようだった。田中はローリングエルボーでフリードマンを撃破。最強タッグ決定リーグ戦の初戦は全勝優勝を宣言した通り、勝ち点2の白星で飾った。
翌日26日の熊本大会で安城長井組を下した武藤アニマル組は勝ち点4でトップ。続いて小島ケア組、大谷田中組と続き、熊本大会で嵐荒谷組に勝ったアッサムフリードマン組も1敗ながら勝ち点2で武藤組を追っている。11月27日岡山武道館、幸先よくスタートを切ったエンブレム。第2戦はウィリアムスロトンドのバーシティクラブとの対戦。自らの活躍を公言したエンブレム、序盤戦田中の弾丸ファイトでバーシティクラブを翻弄した。しかしエンブレムは最強タッグ3年連続主将となるベテラン外国人パワーに圧倒され苦戦を強いられた。試合は両者とも一歩も譲らない展開で時間切れ引き分けとなった。おら負けねえって言ったろ、お前で行くって言っただろ、全勝で行くって言わなくてよかったよ。おい、しかしな、まだ負けてねえからな、まだ負けてねえからな。エンブレムの125個の技楽しみとけ。WAR 身内決戦となったこの戦い、試合前10分以内に蹴りをつけると宣言した天竜。荒谷に容赦ない攻撃を仕掛ける。しかし天竜越えを目指す荒谷はここで意地を見せた。さらに推定200キロの天太が荒谷にボディープレス。最後は天太がアースクエイクドロップから体固めで荒谷を圧殺した。現在勝ち点4でトップに立つ武藤アニマル組のファンタジーチーム。3戦は勝ち点2のアッサムフリードマン組との戦いだった。この一戦に勝って連勝を目指す武藤アニマル組はフリードマンに合体パイルドライバーを敢行。さらに武藤のシャイニングウィザードがアッサムに炸裂。とどめはアニマルのフライングショルダーアタックだった。これで武藤組が単独首位の3連勝、勝ち点を6に伸ばした。まあ今日新しいツープラトンとしてちょっとこのパイプドライバーやったよね、少しずつアドバンの少しずつ、ただ当初の目標である腰を落とさない、それにはうまくハマってるかなっていう、このまま全勝でいきます。以上です。単独トップの武藤アニマル組は3連勝の勝ち点6、他のチームを引き離しにかかった。大谷田中組のエンブレムは勝ち点3でトップを追う。第71代アジアタック選手権者の嵐荒谷組は3敗1引き分けの勝ち点1、早くも崖っぷちに立たされた状態だった。大阪トヨタとリーグ戦を終え、王道マットは再び後楽園ホールに戻ってきた。現在勝ち点3のバーシティクラブは初参戦のアッサムフリードマン組と戦い、ベテランの技を見せつけた。
最後はブロックバスターからの片エビ固めで勝利。バーシティクラブは勝ち点を5に伸ばした。先日のトヨタ大会で嵐荒谷組に対して痛恨の時間切れ引き分けとなった小事件以来、チームの絆もギクシャクしだした。対する龍神砲のペンタは大阪大会、大谷の策略で場外へ転落。推定200キロの巨体が穴となり腰を負傷してしまった。両チーム不安を抱えての一戦となった。しかしテンタはボブサップ張りの重爆ドロップキックを披露。一気に会場のボルテージは上がった。小島も会場の声援に応えるべく、しかし小じけ屋の2人はお互いのリズムが噛み合わずことごとく自爆してしまう。最後はランニングネックブリーカーからの片エビ固めでケアをマットに沈めた。メイン戦は先日の大阪でテンタを場外転落させレフリーストップで勝利を勝ち取り、勝ち点5としたエンブレムと勝ち点6でトップの武藤アニマル組の一戦となった。序盤戦、エンブレムは武藤の膝を執拗に攻め立て試合を有利に運ぼうと試みる。アニマルは圧倒的なパワーでエンブレムの動きを封じ込める。そして今大会初のダブルインパクト、さらに武藤のシャイニングウィザードが大谷に炸裂。そして田中にもヒットした。武藤アニマル組が勝利し勝ち点8の単独首位に立った。時代というか何かその昔の大谷のイメージで言ってたらとんでもないことだったっていうか、なんか嬉しいじゃないかな、うん、ただ俺らの使命は大谷と交わる、天竜さんとか交わる、そんなもの以前に俺ら
優勝目指してるから、そういう意味で言ったら今日ダブルインパクト初出しだけど、手土産だ、テンタ、いや、まだ改良の余地があるし、まだ秘密兵器ありますので、Maybe we use next time new stuff, you know, new double impact. Yeah, no problem. Yeah, okay, thank you. Okay, thank you. Okay. 無傷で日本武道館乗り込むぞ。首位は勝ち点8の武藤アニマル組、そして勝ち点5で小島ケア組、大谷田中組、ウィリアムスロトンド組の3組が並び、勝ち点4で天竜天太組がそれぞれを追っている。改めましてファイティング TV サムライをご覧の皆様こんにちは。今回の全日本プロレス中継は12月2日新潟県長岡市厚生会館の模様をお届けします。実況は私村田春夫、そして解説席には菊池隆さんにお越しいただいております。菊池さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ年の瀬も押し迫ってまいりましたが、はい、この季節になりましたね、菊池さん。はい、これが来るともう年末だなという感じですよね。はい、もう26回目ですからね。2002年世界最強タッグ決定リーグ戦、いよいよ開幕いたしました。今日は12月2日、もうすでに開幕してかなりの月が経っておりますけども、時間が経っておりますけども、世界最強タッグリーグ戦、このように現在なっております。ご覧ください。ですね、得点の方を見ていきましょうか。まず、まあ、やはりダントツのトップは菊池さん、はい、武藤敬司アニマルウォリアーのこの異色のタッグ、なんとか満点ですからね。無失点っていうのは大きいですよね。まあ、そしてそれに追従しているのが、まあ、5点で並んでいますけども、天竜天太組、天竜天太組4点です。4点ですね、はい、小島ケア組ですね、はいはい、小島ケア組と大谷田中のエンブレム、そしてスティー・ウィリアムスマイクロトンドとなっておりますけども、はいはい、このマイナス点みんな同じですから、今のところ同列ですよね、はい、これが2位争いを展開しているということですね。そうですね。そしてね、今回のね決定リーグ戦で一つ残念なことが、はい、あの嵐、はいはい、信孝組、はい、このアジアタッグ王者としてね、はい、今回参戦して嵐は肋骨骨折したみたいですね。そうなんですよね、はい、昨日これでも大宮いましたけど、試合にはもう欠場してますし、はい、前線先輩というのは決まってますから。そうですね、決まってしまいましたね、はい、残念ながら。というわけで嵐と荒谷のこの世界最強タッグ決定リーグ戦は終わってしまったのではありますけども、はいはい、まあ、話によりますとね、この今回のシリーズ、はい、この嵐選手をはじめとして、はい、ちょっと怪我人がね、はい、本間も怪我してますしね、目立ってますか、欠場してますし、はい、小島も一度ちょっと危なくなりましたからね、はい、長い選手の蹴りを食らって失神という形に見舞われましてね、はいはいはい、長井は壊し屋ですね、いろんなレスラーを壊してますからね。あの破壊力満点の蹴りはね、はい、もう新日本の飯塚なんか1年以上欠場しましたからね、はい、今回のね最強タッグ決定リーグ戦でも猛威を振るうのではないかと思われてますけども、すで、はいはい、に振るってますよ。はい、さあ、そしてですね、まあ、今回のこの長岡市厚生会館ではね、はい、アニマルウォリアーと武藤敬司組が小島ケア組とぶつかるという、はいはい、そしてその話に出ました永井と安城が天竜と天太組、はい、いよいよぶつかりますけども、はい、どうですかね、星取りその点数状況というのも気になりますけども、はいはい、やはり純粋にねこのねレスラーたちがぶつかり合うというのは楽しみですよね。そうですね、まあ、特にあの武藤と小島の絡みですか、はい、これはもうシングルでやっても面白いですし、まあ、これ今度優勝争いがかかってますし、はい、小島ケア組がここでもし負けてしまうと大きく後退ですからね。そうですよね。天竜組はここで負けたら完全にもう 絶望ですからね、はい、今日は絶対負けられませんし、はい、まあまあ、武藤とすればここで勝てばあと一つ落としてもなんとか武道館で取り返せるんじゃないかという望みはありますけどね、はい、ただ今回はあの決勝戦ないでしょ、リング戦終了の時点で C チームがそのまま優勝と。そうなんですよ、これね昔あのそういう形でやってたんですよ、ええ、で平成7年から優勝決定戦を作るようになったんですよね、はい、ですから昔の形に戻ったと。であの世界タッグ王座っていうのはあの昭和63年にあのジャンボ鶴田八代茂組が統一したんですけど、はい、その年の最強タッグ戦で返上して出場してるんですよね。なるほど。それ以来ずっとあの世界タッグ最強タッグに出場するときは世界タッグ王者返上するというのは恒例になってまして、でそれもあの平成7年からあの廃止になって、はい、ですからこれ平成6年までの形が、まあ、返上はあの違う意味の返上はありましたけど、これは戻ってきたという感じなんですよね。そうですね。だからあの決勝戦がないですから、はい、一戦一戦大事にしないと
もうそこで途中で脱落ってことになりますからね、はい、2位に食い込んで決勝に勝てばいいという今までは作戦があったんですけど、それができなくなってますから、みんな公式戦真剣ですよね。そうですね、まあ、気になるのがですね、はい、その天竜とビッグジョン・テンタ、はい、テンタの腰の怪我なんですが、はいはい、これはね、あの大谷にスロープかけられて腰から落っこっちゃって、はい、まあ、150-160キロしてますけど200キロ近くあるんじゃないですか、はい、それで自分の体重で腰痛めて、まあ、昨日も勝ちましたけど、ボディスラムやっただけでちょっと腰をかばってるんですよね。なるほど。でも、まあ、今のところ元気ですから、長いブランクがあった割には元気で、張り切りすぎてでかこういう長丁場でちょっと疲れが来てるかなという不安はあるんですけど、もう今日負けたら終わりですから、そうですね、頑張ってほしいですよね、はい。まあ、そしてその対する D&D、はい、長井安城もね、はい、この天竜天太に自分たちの武器がどれだけ通用するのかっていうのは楽しみですよね。でもそれが怖いんですよね、はい、なるべく壊さないでやってほしいですよね。なるほど。さあ、そしてメインの方で武藤敬司アニマルウォリアー組が小島ケア組と戦いますけども、はい、このね、武藤とアニマルウォリアーもね、最初はどうなるかと思いきや、思ってたんですけど、昨日はあの初めてあのダブルインパクトですか、はい、あれ出しましたからね。そうですよね。連携もぴったりしてきましたし、はい、あのアニマルも勘が戻ってきてますし、ウムトが非常によくリードしてますよね。さあ、そしてその対する小島聡太陽ケアですけども、こちらの方は絶好調かと思いきや、ちょっとね、もうこのとこ 2,3 戦続けて分裂してるでしょう。そうなんですよ。昨日はあのラリアとか誤爆で、後で揉めてましたから。そうですよね。そこはちょっと不安なんですよ。今、はい、実力的にっていうか、この一番伸びてる選手だからということで優勝候補に挙げられてたんですけど、ちょっとね、仲間割れが心配なんですよね。開幕前はね、合同練習をしたり、はい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 、そのコミュニケーションがバッチリ取れてることをアピールしてましたけども、小島がちょっと怪我してから弱気になってるでしょ、やっぱり精神状態不安定ですから、はい、ちょっと不安ですよね、それはね。まあ、今日このね、長岡でね、はい、この独走している武藤アニマル組はね、もう完全に自信取り戻しますけどね、これでもし、まあ、ドローとか負けだったら、ちょっと今シリーズはもう回復不能なんじゃないですか。そうですよね。ある意味この小島ケア組にとっても最強タッグが終わってしまう、はい、ということになりますよね。天竜組もあのケア小島組も今日最後のもう敗戦の陣で臨まないと、危ないということですよね。もう武道館が消化試合になってしまうという恐れがありますからね、はいはいはい、まあ、そういった意味でも非常に注目の今日のこの長岡市厚生会館の模様、果たして武道館にたどり着き世界タッグのベルトを取るのは一体誰なんでしょうか。今日のこの長岡で全てが決するかもしれません。2002年世界最強タッグ決定リーグ戦に熱い男たちが参戦しました。エンブレム01から参戦、田中正人、大谷慎二郎。さあ、この今や大谷の象徴となりました火祭り塔を手に誇らしに入場してまいりました。このエンブレム、対するは小坂秀樹、新谷信孝のタッグ。この新谷にとっては気合に満ちた世界最強決定タッグ決定リーグ戦ではありましたけども、嵐の負傷欠場により涙の先輩、その思いを今宵保坂とのタッグでエンブレムにぶつけるでありましょうか。高橋さんの声に感謝でございます。さあ、元コンプリートプレイヤーズの男として田中に対して涙のような思い、保坂秀樹。さあ、何がエンブレム、いきなり使っていった。さあ、改めましてファイティング TV サムライをご覧の皆様、こんにちは。今回の全日本プロレス中継は12月2日、新潟県長岡市厚生会館
2002年世界最強タッグ決定リーグ戦の模様をお届けしております。実況は私村田春夫、そして解説席には菊池隆さんにお越しいただいております。菊池さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあいよいよ菊池さん、はい、エンブレムの登場でありますけども、はい、まあ、本来であるならばこの試合はいわゆる公式戦としてそうですね、はい、アラやアラシ組がエンブレムと対戦する予定だったんですよね、はい、アジア大会王者ですからね、はい、まあ、それがいわゆるそのアラシ選手の肋骨骨折という重傷により欠場、はいはい、それで急遽この保坂と組んでのタッグマッチになってしまったという。そうですね、はい、まあ、エンブレムにとってはまあ公式戦やりたかったところでしょうけど、まあ、これはもう欠場ということしか、もう選手は甘んじて受けなきゃならんということですね。そうですね、だその分思いっきり暴れたいんじゃないですか、はい、やはりこの中で一番悔しい思いをしているのは今コーナーに下がりましたけども、アラヤの方でしょうね、はい、アラヤももちろん嵐もそうですけど、まあ、こういうあの長丁場のリング戦というのは怪我がつきもんですけど、やっぱり怪我した人はやっぱり不運というか何でも泣ききれない思いですからね。そうですね、しかしその思いが先ほどのね荒谷の奇襲攻撃につながったのかもしれませんね、はい、やっと今大谷がコスチュームを脱ぎ捨てました。それまでコスチュームを着たままこの保坂と荒谷の猛攻を耐えておりました大谷慎二郎。さあこの保坂、この全日本プロレスはそんなにぬるいところではないと大谷に見せつけるかのように厳しいストンピング。さあそして荒谷が入ってまいりました。さあこのスーパーヘビー級の肉体を持つ荒谷が大谷に対してどのような攻撃を見せるか。しかし大谷がガウジングで荒谷をコーナーに押し込んでまいります。さあ手による顔面ウォッシュ、そして田中雅人にタッチであります。まあ、しかし菊池さん、はい、このねエンブレムがね、まあ、まさかこの全日本の世界最強タッグにエントリーされるとは思いませんでしたね、はいはい、最近のマット界の動きは激しいですからね、はい、まあその火種はくすぶってた感はありましたけども、はいはい、やはりそれが一気に燃え上がったのが 10.27 武道館大会、はい、そうですね、エンブレムがリングサイドで来場しましたね、はいはい、まあ、小島長谷戦の試合後小島とかなりやり合っていましたからね、はいはい、まあ、今度小島とのシングル対決も決まってますし、まあ、これも面白いですよね。そうですね、まあ、大谷にしてみれば新日本を飛び出し、はい、そしてゼロワンという地を手に入れ、はい、そして全日本に戻って再び小島と相まみえるとはと、はいはい、いや今のプロレス界一寸先は闇と言いますか、何かもう読めませんね。ですね、でもその流れの中であのまあ脚光を浴びてきたのはこのエンブレムですよね。そうですよね、まあ決して誰かによって上がったわけではなく自分たちの力でね、はい、このマット界において中心にどんどん食い込んでいきましたからね、はいはい、GHC の秋山も次の挑戦者エンブレムだって言ってますからね。あそうですよね、 GHC タッグ王者がもう団体の枠を飛び越えて様々なレスラーが注目するタッグチームとなりました。はい、まあ、戦国のマット界の中で生き抜くにはそれだけのバイタリティがないといけないということでしょうね、さあそして田中将人と保坂秀樹、この2人も因縁めいたものがあります、菊池さん、はい、まあ、元はね、FMW でね、そしてフリーとしてコンプリートプレイヤーズという、ね、ユニットを組んで、はい、各団体を渡り歩いてきたこの両名ではありますけども、まあ、あの田中がコンプリートプレイヤーズ作った時は保坂は正式には加盟したのかどうか曖昧だったんですよ、はい、脱退した時に一緒だったんで、ああそうだったのかなって言ってなるほど、まあ、どちらかといえば中心になっているのは邪道外道、そして田中将人ではありますね、まあ、田中がリーダーだったですからね、はい、まあ、大阪はね、いい素質を持ってるんですけど、そういうところちょっとメリハリが効かないところがあるんですよね、はい、それさえなければもっと伸びてくるんですけどね。でも今シリーズはやはりこのエンブレムが全日本マットに上がったということで、大阪にもかなりの刺激を与えてありますね。その開幕戦、そしてシリーズ中も熱いファイトをね、はい、見せてますよね、大阪秀樹、はい、特に今日なんてあの、まあ、嵐には不幸だったんですけど、保坂にはビッグチャンスですからね。いや、ビッグチャンス中のビッグチャンスですね。でこれで嵐より保坂がいいっていうところを見せれば、また来年ぐっと違ってきますからね、さあしかしこの大谷慎二郎、このね、いわゆるリング上での熱いパフォーマンス、そして攻撃、そしてあの口の、ね、パフォーマンスもありますけども、はいはい、ああいうものに注目されますけども、なかなかインサイドワークが巧みでね、この大谷慎二郎、はいはい、ガッと熱く来たと思ったら、今のようにガウジングでね、流れを変えてみたりとか、はい、さあテイクドロップキック、
お客さんの喜ぶツボを込めたレスラーですよね。そうなんですよね。そうやってお客さんを喜ばしておきながら、実際にお客さんが喜ぶと、なんだ全日本のファンは、要するに戸様の俺たちに声援を送るのかと、ファンにまで攻撃してきますからね。さあ保坂が今一方的に攻められております。さあロープに振って何を見せる、カニバサミから田中のエルボー、そしてキャメルクラッチの体勢、流れるようなエンブレム、さあ一往復、さあドロップキック、顔面を打ち抜いてまいります。思いっきり来ましたね。まあやはりこのエンブレム、ゼロワンでの戦い、そしてこの全日本マットでの戦い、常に組んで熱い戦いを繰り広げてまいりました。チームワーク、そして連携は他のタッグチームの追従を許しません。さあロープに振って何を見せる、カウンターのスリーパーホールド、じっくりと攻め込んでまいります田中将人。さあこのエンブレム、公式戦が始まったのは11月25日の福岡大会から、まずはマイクアッサム、 PJ フリードマン11分0秒田中のローリングエルボーから PJ フリードマンをクリーンフォール、しっかりと2点をもぎ取ってまいりました。そして次の日11月26日熊本で試合がなく、その後の岡山大会、ウィリアムス・ロトンドのバーシティクラブと戦って、それは時間切れ引き分け。いやしかしでも福さん、はい、あのバーシティクラブといきなり当たって、はい、時間切れ引き分けというのもすごいですよね。そうですよ、まして相手初めて当たってるでしょ、で前々年度優勝者ですからね。はい、まあ確かにこのエンブレムというのは今マット界を熱くさせているタッグチームですけども、このね王道全日本プロレスで果たしてどこまで通用するのかという見方もされてましたよね。はい、それが蓋を開けてみればこの活躍ぶり、やはりただものではないというこの大谷慎二郎、田中将人であります。まあ、特に大谷の場合は新日本育ちですから、まあ、メジャーの経験ありますけど、田中はインディーの育ちですからね。おっと、荒谷がいきなり垂直落下のブレインバスター、竹手を利用すこの荒谷の歌が。そしてこのエンブレム、11月28日大阪では天竜天太組と対戦いたしまして、天太を戦闘不能に追い込み、レフリーストップ勝ち。ムーンサルト、荒谷飛ばしております。いやー今のこの荒谷の動きを見ると、菊池さん、はい、開幕戦のね後楽園での武藤アニマル組と対峙した、はい、あの嵐の勢いを感じさせるものがありますよね。 それだけにやっぱりあの先輩が痛いですよね。痛いですね。さあ今度は大阪がパワーボム、リング中央がっちりとエビで固める。カウント2、小坂も張り切ってますね。いいことです。もう今ね荒谷がたっぷりとね田中を、あーっと、しかし敵に背中を見せた隙を見逃しません大谷慎二郎。スワンダイブのミサイルキック、エンブレムにはこれがあるんですよね。うっかり背中向けられないんですよね。そうなんですよ、常にこのパートナーが窮地を救ってくれるという安心感がね、はい、エンブレムにありますからね。さあ行きますか、行きますか。小坂の顔面をきれいにお掃除、顔面ウォッシュ。まだまだ終わらない、もう一回か、もう一回か。さあロープの両手をして、おっとフレーム外から荒谷が飛んできた。さっきの返しですね。まあここまでね有名な存在になってしまったエンブレムですから、いわゆる攻撃パターンもね、はい、選手知ってますからね。そうですね。そうだ、この体勢はスーパーパワーボム。さあ大谷を抑え込む。カウント2。いや今危なかったですね。危なかったですよ。公式戦ではないとはいえ、やはりねエンブレムにとって、はい、敗れるというのはね、全日本マットではね、やはり勢いが止まってしまうという恐れがありますから、たとえ通常のタッグマッチでも敗れることは許されない。あれ
細川組これだけの連携やるとはちょっと意外でしたね。いい連携です。いや大阪が燃えております。そのスパッツに描かれた炎のように燃えております。エンブレムの炎に負けない戦いの炎を心に燃やしておりますが、大谷のソバットからのニールキック、そっとおっと大阪がすぐ立ち上がった。しかし DDT とダイヤモンドカッターの二重走、そしてスイング DDT から、なんだなんだ、大谷もスイング DDT。 いや見事な連携、そしてパワーボム、ロープ最上段からフラッグスプラッシュ、そのまま抑え込む。監督さん、おっしゃってました。大阪も田中将人から奪われるわけにはいきません。意地が炸裂しておりますが、おっとさあフラッグスプラッシュ、リング中央、そしてああ大阪のカウンター、ダウン、さあローリングエルボー、いいところで決まったんですけどね、やっぱり田中はタフですね。いやータフですし冷静でしたね、はい、最後あのフランケンシュタイナーで慌ててしまうところなんですけども、しっかりと大阪の動きを見て、はい、カウンターの蹴りからのローリングエルボー、一発で決めてまいりました。しかもね、あらよをねしっかりと大谷がね、はい、場外で釘付け、言葉も発しながらですけど、無言の連携もぴったり合ってますね、はい、さあそして今大谷が場外のアレに何か言葉を何か言っております。やはり1本出してたってことはアレと組んでもう一回やろうよってことじゃないですか。そうですね、やっぱり公式戦ないっていうのは不満なんですよ、はい、そしてねこのエンブレムね、やはりね熱い相手がね、はい、切るとね燃えてきますからね、はいはい、今日は細川も暑かったですからね、はい、あれもですけど、さすが大谷慎二郎、火祭りリーグ戦2連覇の男、熱い魂を持った男にはしっかりと呼応していきます。さあこの勢いを保ったまま一気に 12.6 武道館に突き進むか、エンブレム今日勝ち点2ポイントアップ、俺ら今日リーグ戦それでやったからよ、はい、あらや細川、お前ら日本のポジションが続いていいのか、あれだけの力を持ってて気に入ったぞ、あらや細川、はい、どんどんアピールせえや、俺は真正面から受けたってから、あどんなにいけなくて、俺は絶対壊れねえから、はあ、いるね、熱いやついっぱいです、いっぱいいるね、はあ、まあ今日あらやの、まあ、あいつらはリーグ戦の先輩だかもしれんけど、その気持ち十分伝わってきたよ。あらやもリーグ戦のつもりで向かってきたと自分の中では確信あるけどね。あと大阪、お前リーグ戦にも参加できず、今のままくすぶってていいのか、お前すげえもん持ってんじゃねえか、俺までやりてんだろう、俺らちょうどいい相手があと何日間がいるぞ、どんどんアピールせえや。本当は最強だったんだけど、まあだめ、田中さんもう怪我しちゃったからしょうがないからね、今日はカードがあったんだけど、その面をぶつけてってやろうと思ったんだけどね、なんか悔しいね、うん、まあでもなんか本当気持ちのいい相手だし、またもう一回ねやることがあるんだったらばやりたいし、まあ、田中の野郎は大体牛から逃げていったようなもんなんだからね、あの野郎がいや、また何度でもぶっ潰してやりますよ。今日は負けたけどね、まだまだこれからだからね、あいつらも勇気があるんだったらまたこのリングに来い、そういうことです。何回でもチャレンジしてもらうから、世界最強タッグ決定リーグ戦、これから公式戦30分一本勝負が行われます。まずはチーム名 D&D、 このサブミッションファイターズ
屋組の入場であります。さあこの安城陽次、永井光也、その破壊力満点の蹴り技とサブミッションで今宵は天竜源氏のビッグビジョン天竜組と対峙いたします。この新潟県長岡市厚生会館にサンダーストームが鳴り響く。まずは先頭風雲の森流天竜源氏の、その後ろアースクイックビッグジョン天竜。もはや風格すら漂うこの両名、この時点で D&D を飲み込んでいるか。さあその蹴り技は全てのレスラーを破壊するのか。長井光也、そしてこの安城のインサイドワークが加われば百人力安城陽次、新現地となるか。大地震男ビッグジョン天竜。さあこの男、果たして今日は怒りに満ちているのか、それとも冷めているのか。渦中の男天竜源一郎。さあいよいよこの世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦が行われます。リーグ戦は PWF ルールによる30分一本勝負、あらゆる勝ちが2点、時間切れ引き分けが1点、そしてあらゆる負けが0点となります。参加8チームの総当たるリーグ戦を行い、全リーグ戦終了時に最多得点チームの優勝となります。優勝チームには優勝賞金1000万円、そして第47代世界タッグ選手権者となります。ただいまゴングが鳴り響きました。さあまずはジョン・テンタと安城陽次。さあこれは注目の絡みではありますが、ビッグジョン・テンタ、菊さん大きいですね。これもともとアマレスでチャンピオンになって相撲へ来て、はい、で大相撲で一回も負けてないんですよ、序ノ口から、はい、無敗のまま幕下へ行って、そんでプロレス入りしちゃったんですから。なるほど。土俵を踏んで一度も転がってないっていうのはこの男ぐらいじゃないですかね。幕下まで行って、そうですね、いわゆる土をつけられていないということですからね、はいはいはい、まあ、相撲自体は琴天山のしこ名でね、はい、そうですね、活躍しておりましたが、全日本入団した時に馬場が20キロ減量しろって言ったんですけど、それくらい重かったんですけどね、なかなかその減量が難しくて、はい、カナダへ帰っては太って帰ってきて怒られてましたけどね、はい、さあ天太と安城、なかなか安城がこの天太をコントロールできなくて、これ簡単なタックルじゃ倒れませんよ、はい、アマレスの基礎もありますし、これだけ重いし足も太いし、そうですね、まあ、このビッグジョン・テンタ、いわゆるパートナーの天竜源一郎からは10年遅れて角界から全日本プロレスに入りしました。まあ、テンタがデビューしたのが87年の5月、あのジャイアント馬場さんとタッグを組んでのデビュー戦だったそうですね、コラーゲンホールで、はい、セミファイナルかなんかで勝ってますよね、まあ、その後いわゆる全日本を出まして、いわゆる SWS 天竜源一郎ね、はい、SWS に行き、そしていやそれは WWF から SWS へ派遣されてきたんです。ああなるほど、はい、WWF でアナセックエクテンターでものすごい本願なんかとも争った中ですからね。そうですね、いわゆる台風という、そうですね、ナチュラルディザスターズ、大自然の大災害というコンビだったんですけどね、はい、台風、竜巻と大地震ですからね、はいはいはい、まあ、そして WAR 時代でも天竜と その絆は深いというのがありますね、はい、おー飛ぶのか、飛ぶ、いや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 、あーなんだなんだ、もうリングが揺れております。いやこっち側に飛んでこられると怖いですよね、まさに天太が走るだけで地震が起きる。今震度はいくつぐらいだったのでありましょうか。そして震源地はこの新潟県長岡市厚生会館ということになります。そのコスチュームにもその地震を模した震度計を模した模様と、そしてクエイクという文字が刻まれております。あー長いも吹っ飛ばされた。これ菊池さん、体ごとちょっとね真正面でぶつかっていくのは得策じゃないですね。タンクに戦車にぶつかるようなもんですからね、もう乗られるだけで長いが悲鳴を上げております。
これ一応公式記録だと160キロとされてますよ。いやもっとありますね。ありますよね。200キロ近くありますよ。さあそしておっと先ほど踏み捨てたところを痛めつけるかのようにヘッドパットを打ち込んでまいります。そして自軍コーナーにじわりじわりと追い込んで今天竜源一郎とタッチ。さあ逆水平フライングメイヤーからおっとそのまま抑え込んでいきます。持ち上げてからおっとこれは大外刈り。しかし永井もこの土俵に来るのならば俺の方が得意だと言わんばかりに切り返したのを腕式十字固め。さあ天竜におっと安城の後フォロー。しかし天竜がささずサードローこんなカットができるのは天太だけでしょう。まあこの永井光也も今天竜に蹴りを打ち込んでまいりますがやはりその菊池さん、はい、この永井光也もね、はい、小島との一連の構想があったじゃないですか、はいはいはい、あれ以来本当に伸び伸びとね、そうですね、全日本マートで暴れられるようになりましたよね、はい、それまではちょっとなんか遠慮するというか、なんか目標を失ったというか、何をやっていいのか分からない時期があったような感じなんですけど、もうあれ以来、吹っ切れましたよね。そうですね。まあ、そしてこの安城とのタッグチームはね、はい、最初は何かギクシャクした雰囲気があったんですけども、はい、もういつの間にやら息ぴったりのタッグチーム。安城にうまく疲れてる感じもしないじゃないですけどね、まあ、未だに由来がわからない D&D というチームを組みまして、はいはい、まさにこのチームで頂点を狙えるところまで来ましたよね。そうですね。さあ逆水平そして永井はやはりその世界最強タッグといえば忘れられないのがいわゆる2001年世界最強タッグ決定リーグ戦で川田と組んでね、はいはい、非常に辛い思いをしましたけれども、なんとか決勝戦まで進み、まあ、スタートの頃は川田も信用してなかったですけど、後半になったらもう完全にいいパートナーになってましたから ね、 そうですよね。あれで急成長しましたよね、はい、いわゆるあれでプロレスを覚えましたよね。いわゆる去年の最強タッグ再びという形でね、はい、長い今年も安城とのタッグで上を狙いたいところではありますけども、さあ体固めを一つ取ってもこの必殺技であります。あ、このアスペックジョン・テンター跳ね返しだけでかなりスタミナ消耗しますよね。さすがに安城も怒っております。いやーフェアハッグだ。何かもうねこのような菊さん古典技を再びね、はい、必殺技にね要するによみがえらせているような気がしますよね。このビッグジョン・テンター昔はこれでもギブアップしたレスラーもいるんですからね、いわゆるこの肉体の持っている説得力というのがね、はいはい、うわーひどい。ただのエルボードロップが殺人技となっておりますビッグジョン・テンター。これ永井にとっては未知なる相手でしょうね。まさにね、そうですね、これだけ大きいのとやったことはないでしょうからね、はい、さあタッチしようとするが冷静なテンタに阻まれます。何か菊池さんこのままだとテンタ一人で勝ってしまいそうな勢いですよ ね、 そうですね、はい、だいぶもう怪我も治ってきたようですね、はい、腰をちょっと痛みましたけどね。そうですね、11月28日の大阪大会でエンブレムと試合をしたときに、はいはい、まあ、場外へ転落してしたたか腰を打ちつけてしまい、まあ、ロープに飛んだときに大谷にパッと間を開けられて、はい、そのまま落ちて腰から落ちて自分の体重で痛めてしまったんですけどね。そうですよね。もうその時点ではあまりの怪我のちょっとねひどさにね、まあ、あの試合レフリーストップになったくらいですからね、はい、この天竜天太組の世界タッグもこれで終わりかと、はいはい、あの天竜ですらちょっともう諦めかけた雰囲気がありましたけどね。でその後また負けて2連敗してもう後がないというところでまた戻ってきたわけですよね、はい、まあ、しかし今日のこのね長岡での戦いこの D&D との戦いを落とすようなことがあればもうそれで終わり、天竜組はこれで終わってしまいますからね、はいはい、今年が終わっちゃいますよね、はい、さあ長井が天竜に対して物落ちしないキック攻撃。さあパンチから円錐切り。さあ長井がグニャグニャだ。嫌な形でダウンしてったぞ。さあサイドロックヘッドロックからショルダー打ち勝ったのは天竜だが、おっと安城がカット
としましたが天竜ものともしません。おーすごいラリアット、何か安城への怒りを永井が石に背負ったという感じですね。さあそして天竜は場外へ向かって安城を追いかけていきます。さあリング内ではジョン・テンカが永井を圧殺、そして場外では天竜が安城に対して連脚を打ち捨ててまいります。さあしかしこれ菊池さん、はい、リング内やばいですよ。アバランシュホールド、はい、あーそのまま終わってしまうか。アバランシュなんとかカウント2、しかし安城これ勝利を目指すんだったらちょっと天竜にかまってる暇ないんじゃないですか、はい、でも天竜は抑えている感じですよ ね。あとはもうテンタに任せたという。さあテンタがそしてベリーチューベリー長いリング中央で大の字、さあ自信だじゃんとジャンピングエルボードロップ、さあカウント2、ウォーリー山口レフリーがギリギリで3カウント、マットを叩きませんでした。いやでも今のエルボーはフィニッシュになってもおかしくなかった、ね、よく返しましたね長井。それとあとはヒップドロップですよね、さあボディアタックはかわしてヘッドバットローキック、ヘッドバットとローキックの打ち合いか。まあこのいわゆる巨人退治は末端からと言いますから、まあ、このローキックは正解ですね、さあ天竜が安城にお返しとばかりにマイプリスを持っていきましたが安城はリングイン、天竜はそのチャンスを逃してしまいました。さあバックハンドブロー天竜に打ち込んでまいります。そしてオーっとハイパーニークーがそのまま抑え込んでいきますがカウントは2、ハイパーニークーが通用しません。さあそして今度安城はコーナーにいる天竜に対してここは勝負どころと思ったのでしょうか、分断作戦、おおこれ投げられただけで自分の体重でダメージ食いますからね、ダメだロックだよ。さあすっかりおなじみとなりましたノット永田ロック、安城のグランドクロス200、しかし待っていたのは天竜のエルボー。いや天竜がね先ほどからねちょっと安城にちょっかい出されてかなりもうね怒ってます、怒ってます。怒った時の天竜って魅力的ですけどね、でも何か今のところ俺が俺がという形に出ていないのが不気味ですよね。そうですね、さあ安城が今度対角線、あっとキックに行ったのを捕まえられた。そうそして何を見せるんだ、これはたまりません、そのまま対角線カウントは2。さあビッグジョン・テンタロープに振ってランニングネックブリックアドロップ、ものすごいド迫力、長井もたまらずカットに入ります。おーすごいラリアット狙いすました、何か今の一撃に天竜の怒りが全て集約されてましたね。そしてもう一発ランニングネックブリックアドロップ、今日はジャイアントババトゥエザで進出しましたね。そうですね、まあ、ビッグジョン・テンタもねこうやって再び全日本マットに上がれるのは非常に嬉しいと、はいはい、自らコメントしていたように、はい、そのファイトも昔のまんまですし腰も昔のまんまですし、はい、タイツの下からアンダータイツがちょろちょろって出てくるのも昔のまんまなんですよね。まあ、やはりその自分を、ね、プロレス界に導いてくれた馬場さんに対する思いが、ね、はい、今日のフィニッシュにつながったのではないでしょうかね。いやしかし安城と永井はほとんど何もできずに敗れたという形、安城もねもうちょっとねあのちょこまかとしないでね、はい、まともにやり合ってれば勝利の目も見えたかもしれないのに、まともにやり合ったらもっと短時間にやられたんじゃないですか。何やらちょっと天竜を怒らせすぎた気がありましたね、はいはい、それはありますね、天竜の首取り付けたんだおい、なんか
か言ってますけども、てめえの首を、天竜の首を取りに行くと言ってますけども、負け犬の遠吠えですよ。はい、でももう公式戦終わっちゃいましたからね。もう優勝の望みはありませんし、ありません。さようなら D&D。 はい、あいつが出るだけで反則だろ、この野郎。あんな金が欲しい。ああ、おめえ金に物がしてあんな出来やがって呼んできやがって、この野郎。あの、食って食って食おうぞ。おい、出かくなりますよ、お前。来年見てもらおう。来年もけ、この野郎。さあ、2連敗など2連敗だいぶ巻き返しの手応えって出てきます。いや、僕、彼が腰が調子良かったっていうことね。だから一応最初の頃の現象が出てきたから、そういう意味ではまあいいんじゃないかな。まだね、やっと真ん中辺ぐらいまで、みんなの真ん中辺ぐらいまで落ちてきたっていうところでしょ。本当にこのままあと残り1試合勝って、そうそれ勝ってこないことにはね、武道館が盛り上がらないでしょ。まあでもジョンも長所感したし、なんか面白いものが見れるんじゃないかと思ってますよ。コンディションいいし、体の大きいだけじゃなくて、この次はまたなんかサムスンが見えると思うから。あ、今日どうして届け出さなかったの？ドロッキックをなんで出さないか。 Not today, tomorrow. そうらしい。僕さんの地元だからね、大阪なんか大きい人飛んだらやっぱり失礼だということで、態度の大きい武道が多分飛ぶと思うから、それを楽しみにしててくれよ。はい。12月2日新潟県長岡市厚生会館、2002年世界最強タッグ決定リーグ戦、今宵のメインイベント、公式戦30分一本勝負。まずは太陽ケア小島さとし組の入場。開幕前はフレッシュなコンビ、優勝候補の筆頭とされていましたが、この小島とケアの間には今や不協和音が流れております。果たしてその絆は取り戻すことができたのでしょうか。今日の一戦注目であります。さあ、何やらこのケアと小島の微妙な距離感がまだ2人のコミュニケーション不足を予感させますが、果たして。しかし今宵の相手はケアとそして小島のコミュニケーション、そしてフィジカルの面全てを駆使しなければ破ることのできない相手。この長岡市厚生会館にアイアンマンのメロディーが流れている。ついにこの新潟県にやってきたアニマルウォリアー。そしてアニマルのテーマ曲に乗って武藤敬司。あのロードウォリアーズ、そしてリージョンオブドゥーム、アニマルウォリアーがこの全日本マットに帰ってまいりました。タッグパートナーはなんとあの武藤敬司。さあ、みんなの太陽、その熱き思いは小島との間に戻っているのか。さあ、小島さとし、そのスパイダーのマークが象徴であります。破壊戦士アニマルウォリアー、このアニマルとのタッグで優勝を狙います。武藤敬司。さあ、武藤の投げた T シャツにリングサイドのお客さんが殺到しております。この新潟でも武藤敬司人気爆発。さあ、砂漠レフリーは和田恭平。これから待ったなしの大一番、先発は武藤、そして小島さとし。今ゴングが鳴り響きました。まずは軽く
ロープの張り具合をチェックか武藤敬司、自らのペースに持ち込んでまいります。さあこの長岡市厚生会館、武藤コールと小島コールが交錯、声援は五分と五分か。さあなかなか組み合いません。お互いの距離を測っております。手4つの体勢か探っております。さあまずは手が組み合いました。どうなるのか。そう簡単には相手の前に踏み込まないという緊張感がこのリング上繰り広げられております。さあ2つを持っているものが、さあバックを取ったのは武藤、しかし腕を取っていたのは小島聡。さあしかし足を最終的に取っていたのは武藤の方です。いや菊池さん、見応えある攻防ですね、今のは短い時間の中にきっちりと詰まった、はい、まさにこの2人が醸し出す独特の雰囲気ですよね、はい。まあ、手の内知り尽くしているだけに警戒心も強いわけですよね、はい。さあそしてアキレス腱固めで小島の動きを止めてまいりますが、小島もすかさずアキレスを決めていこうという展開。さあまだ決めきれない、お互いの様子を見ている。さあ小島の上半身に力が入りますが、決め返していくのが武藤。いやでも菊池さん、はい、このような静かな攻防からスタートするとはちょっと予想がつきませんでしたね。そうですね、でもこれもいいですね。いいですね、まあ、非常に緊迫感があります、はい。まあ、このね武藤アニマル組、開幕戦の後楽園ホールではねわずか4分12秒かというね、はいはい、まさにあのロードウォリアーズを彷彿とさせる秒殺勝利で初戦を飾りましたからね、はい。イメージから言ったら派手なコンビですけど、はい、こういう攻防やってくれるっていうのはいいですよね。いいですね。さあ今度はフルネルソン、まさにこの武藤クラシカルな技を引き出しから出してまいります。フルネルソンから脇を取っていく、変幻自在の武藤のこのプロレスセンス、まさに クロスウィザーズの名前は伊達ではありません。まあ、武藤はね天才ってイメージが強いですけど、はい、あの昔からスレンダーなイメージがあったでしょ。そうですね。でもね上半身見たら今アニマルよりいい体してますよ上半身。そうなんですよ、はい。そしてあのそれだけ努力して筋肉作ってきたってことですからね、はい。そしてあのね超人類ゴールドバーグと並んで、はい、私気づいたんですね、はい、ゴールドバーグよりも上半身の大きいですよね。まあ、武藤選手、まあ、膝の方に、ね、爆弾を抱えてなかなか思うように下半身の、ね、はい、トレーニングができないという話ですけども、はい、その下半身をカバーするために上半身をそれだけ努力して作ったということですよね。人並み以上にパンプアップさせて、はいはい。さあ今度は太陽系とアニマルウォリアー。さあこのアニマルウォリアー現在41歳というあのロードウォリアーズも思えば年を取ったもんだという気がしますが、まだまだあの往年の殺気はね残ってますよね。初日見た時はちょっと落ちたかなと思いましたけど、だんだんまた元に戻ってきてる感じですね。さあ太陽系は子供扱いですよ今。やっぱりパワーありますね、はい。まあこのアニマルウォリアーまあ、ずっとね、はい、X という形でね武藤敬司のパートナー、まあ、本当に直前まで決まらなかったんですよね、はい、明らかにされてませんでしたけども開幕戦の前日でしょ予約決まったの、はい。まあね X とされてきたのは武藤一流のサービスかなと思っていたんですけども、いや本当に決まってどうやら本当に決まってなかったみたいですね。レスルアンもそうですけど直前までカード決まらなかったりして、武藤は本当にハラハラさせてくれるんですよね。そういう意味ではね、まあ、武藤敬司としても要するに優勝を狙えるチームを作るためにはそれなりの選手を連れてこなければならないという意味でね、はいはいはい。でこれだけのものやっぱり相当あの交渉を重ねないと来日約束できないですからね。はい、まあこのアニマルと武藤とは正真正銘の、まあ、初タッグということで、まあ、約3年半ぶりの全日本マットということになりますけど、はいはい。まあ、今年の6月あのグレートムタ新生グレートムの復活の舞台となったあのアメリカのアトランティックシティにおける IWS の旗揚げ戦、これはアニマルウォリアーが関わっていたという、はい、そうですね、リーダーだったんじゃないですか。そうですよね。だ武藤に来てもらって助けてもらったということで、よしじゃあ武藤今度俺が行ってやろうということになったようですね。そうですね。まあその IWS の旗揚げ戦で、はい、まあいつか俺が力を貸すぜってアニマルが約束して、はいはい、まあ、いつか返してもらおうと思ったけども急遽返してもらうことになったっていう、まあ、武藤のコメントがありましたけどね、はいはい。さあ今度はケアがドロップキックでアニマルウォリアーに一瞬吹いてまいります。5秒タイムリッツ
さあロードウォリアーズとして一世を風靡したこのアニマルウォリアー、まあ、当時としてはね、菊池さん、ウォリアーズっていうのはね、初来日の時の人気ったら大変なもんだったんですよね、まあ、いわゆるその当時のいわゆるマット界で、はい、どこが果たしてロードウォリアーズをね、はい、招聘するのかというのでね、全日本がやって、で両国国技館プロレス初仕様だったんですよ、 あの年の初場所でオープンコケラ落としやったばっかりですから、その両国館が 見事にちょまいになりましたからね。そうですよね。さあそのアニマルウォリアーをタッグパートナーにチョイスした武藤圭司、今や8点のダントツトップであります。負けなし、まさに武藤のチョイスは正しかった、正しかったと。これまでの結果から言えば正しかったということですよね。まあ開幕戦の嵐荒谷組には4分12秒、アニマルの投げ捨てパワーボムから勝利、そしてその後の11月26日熊本で武藤のシャイニングウィザードが安城に炸裂、 D&D から勝利を奪っております。そして27日の岡山ではアッサムとマイクアッサムと PJ フリードマン組に対してアニマルがダイビングショルダーアタック体固めで勝利を奪っております。武藤の動きいいですね。ケアのがアップアップしてますよ。そうですね、ケアがちょっと間を置きましたね、はい、さあそしてその昨日行われた12月1日後楽園ホール大会では武藤アニマルが初公開の武藤とアニマルにおけるダブルインパクトを見せまして、はいはい、まあ、最後はシャイニングウィザードからあのエンブレム田中将人を完璧なフォールで終わりましたからね、はい、あれも昨日もいい試合でしたよね、はい、まあでもこのアニマル武藤組は今日この長岡でね、はい、小島ケア組から勝利を奪えば、はい、まあ優勝に向かって大きく大きくリードしたということになりますよね、はいはい、であともう一つ公式戦勝つとですね、はい、武道館で負けても優勝というつまんないケースもあるんですよね、はい、まあ武藤たちにとってみればそれはもう願ったり叶ったりという展開でしょうしね、はい、優勝に変わりはないんですからね、はい、これをね他のチームがね、はい、おとなしくね、そうなんですよ、武道館を待たずして優勝、そして他のチームはやっぱりかなりの形状を問われますからね、はい、ましてはその全日本のね26回続いているこの伝統の世界タッグ、はい、半世紀4分の1世紀超えて初ってことですからね、はい、それのね権威もね、はい、問われかねない事態になりますんで、はい、やはり世界最強タッグと歌ってる以上他のチームにもね、はい、この武藤アニマル組の独走を止めてほしいですよね。まあ今日のこの時計組、それとあと武道館の天竜組ですか、はい、それとまだバシークラブとの試合が残ってるでしょ。そうですね、そのうちどれかが止めてくれないと完全優勝されちゃいますからね、はい、さあ今武藤はこの左腕を徹底的に攻められております。今小島のアームブリーカー、どうやらこの左腕は武藤必要以上に痛がっておりますけども、菊池さん、はい、先ほど行われた11.17 のレッスル1で、はいはい、ムタとして痛めた左腕らしいですね、はい、でも開幕戦からそれほど痛いというシーンなかったんですよね、はい、今日徹底して狙われましたね。そうですね、まあ、武藤も新社長となってもう目まぐるしく今全日本マットで活躍しておりますけども、はい、まあ、この前行われた11月17日のレッスル1もそうですけども、ね、はいはい、まあ、それでボブサップとの死闘を繰り広げて、まあ、燃え尽きてしまうかなと思いきや、この世界最強タッグきっちりとコンディションを整えてね、はい、今のところ独走状態、さすが武藤圭司といったところでしょうね。ただそのレッスルマニアで受けたレッスル1で受けた左傷がまだ感知してないっていうことでしょうね、はい、この小島ケア組にはうまく見透かされてしまいましたね、はいはい、でここまでのところ小島ケア組コンビネーションいいですからね。そうですね、まあ、確かにこの小島ケア組もいわゆるタッグチームをねその1000シリーズから試運転という形で、はいはい、まあ、うまくコンビネーションを作ってきましたし、はいはい、この世界最強タッグリーグ戦の開幕前も道場でね、はい、コンビネーション技の練習するなどこのチームだけですからね、公開合同練習やったのは、はい、なかなかねその幸先のいいところを見せたんですけどもね、はいはい、菊さんまさかまさかの、もっともね小島は前から言ってたんですけど、はい、天ちゃんと、まあ、天候時いいチームになったんですけど、はい、あれにだって時間がかかってるんだと、ええ、コンビっていうのはね見つけ合い半年でできるもんじゃないよと小島言ってましたから、なるほど、そういう意味ではやっぱりまあ、世界だった、世界って言ったらおかしいですけど仲間あれもあって喧嘩もあってそれだけ固まっていくんだと言ってましたからね、はい、さあサマーソルトからボールに合いかず腕絡みきっちり狙ってますね、
まあでも確かにこの小島千谷組っていうのはね、はい、次世代のね、はい、全日本を背負うね、はい、両名のタッグチームですからね。そうですよね、まあ、天竜の三冠王座だった頃はその挑戦者決定戦までやった中ですからね、はい、まあ、昔で言うならば若かりし頃のいわゆる鶴竜コンビみたいなもんでしょうかね。そうですね、鶴田天竜のね。さあ、まあ、最初確かに菊池さんのおっしゃる通り、そして小島のおっしゃる通りにその鶴竜コンビですらね、はい、最初はね、はい、万全なタッグチームではなかったですからね、はい、まあ、バムちゃんがもうお前らに任せるって言ってから1年近くかかってますからね、はい、まあ、確かにあの頃の全日本はね、外国人もそうそうたるメンツでね、はいはい、もう周りを見れば強豪ぞろいという世界でしたけれども、ジャンボも天竜も四天王もみんな阪神に鍛えられて強くなったんですよね、スター阪神となって本当に貴重な存在だったんですよ。今 PWF の会長で、はい、この開幕戦でもちゃんとあの宣言読み上げてくれましたけどね。そうですね。さあ武藤がかわしてドロップキック。膝が悪い悪いって言いながらあれだけ高く飛べるんですよね。先シリーズではね、武藤そのプロレス生命が終わってしまうのかというぐらいの大怪我を負いましたけども、はい、見事に武藤は復活を果たしました。武道館で無駄となり天竜から三冠王座を覚えました。一気にこの今回の世界タッグで優勝するようなことがあればまた武藤敬司は五冠ということになるわけですよね。去年の暮れは7冠か6冠で年越したわけでしょ、はい、で春になったら無冠になってしまって、そうですね、メリハリが効いてるんですよね武藤のその動きというのは。さあ低空ドロップキック、武藤にエンジンがかかってきたか。俺の左手の返しはお前の膝で払ってもらう、ドラゴンスクリュー、そしてフィギュア4レッグロック。コーナーにいるアニマルもその武藤の動きにこうしていきます。小島声だけで実況を飛ばしますね、はい、乱入しようとしないですね。そうですね、まあ、愛にカットに行かないというね、はい、これが信頼の証なのか、あるいは試しているのか分からないですけど、ね、はい、でも小島がたまらず今カットに入りました。カットに入る時もカットに入る時もきっちりとその武藤の痛めた左手をストンピングしてまいります。しかしケアはこの足を攻められると得意の蹴り技ができないだけに辛いところではありますが、カウンターのフランケンシュタイナー、いやケアかなり足を痛めたみたいですね、今かなりきつく絞られたみたいですね、はい、さあ今度は小島さとし逆水平を打ち込んでまいります。戦に武藤を追ってさあ行っちゃうぞバカ野郎、ダイビングエルボードロップ、あのレッスルワンでも横浜アリーナを震撼させました、この行っちゃうぞバカ野郎エルボー、大きな手が出ましたからね、あんなの私も初めて見ましたけどね。小島もこの行っちゃうぞバカ野郎を使い続けてきた甲斐がありましたよね。何かあそこで爆発したという感じでしたが、さあこの試合初めての連携でしょうか。コツコツ勝った、単発で打っていきました。アニマルがカットにあります。まあ今菊池さん連携らしきものは見せましたけども、まだまだねちょっとね2プラトンというにはね、そうですね、疑問の残りも、おっとアニマルダブルのチョークスラム、アニマルウォリアー、その怪力武器まだ健在、この若武者コンビをちぎっては投げ、ちぎっては投げ、パワーボム投げ捨て、そしてシャイニングウィザード、戦闘権になるのは武藤と小島でしょ、いやしかしこれで実情対応ケアは戦闘フロー、出るか出るか、アニマルが肩車、そしてダブルインパクト、長岡でも炸裂ダブルインパクト、しかし小島のラリアットさあサイドウィザードリング中央、しかし小島が立ち上がる、小島がラリアットで返す
巨匠、4人が大の字、果たして誰が最初に立ち上がるのか。さあ小島が張っております。今試合権利があるのは小島と武藤。あのアニマルも小島のラリアットを食らってピクリとも動きません。さあキアも今蘇生か。これはね踏ん張りどこですね、菊さん、はいはい、若い根性の見せ所ですね、はい、若い小島とキアがやはり先に立ち上がりました、はい、さあお互いにおっとダブルのドロップキック、しかしアニマルが蘇生、やったダブルクロスライン、まさにラッシュの時間だ、アニマルウォリアー。そう、おっと何を見せる何を見せる、もう一回ダブルインパクトですか、しかし武藤がまだ戦闘不能状態、アニマルちょっと焦りました。さあフックキック、返す、語られラリアット、しかし武藤がミサイルキック、おっとこの体勢はハワイアンファイブアウト。いやー、まさにまたクライマックスやってきましたよ、菊池さん。本当ですね、2度も3度もありました。はい、小島が武藤からピンフォール、そうですね、全日本マットでは初めてでしょう、初めてになるでしょう、はいはい、もしかすると新日本時代から初めてだと思いますね、はい、レスラー生涯初の武藤からのピンフォールということになるんでしょうか、はい、いやー最後武藤はね、最後の最後ダメ押しのシャイニングウィザードを狙うタイミングを測っていたところに、はい、小島の見事なラリアットが炸裂しましたね、簡単になって入ってしまいましたね、はい、いやーここで武藤組急ブレーキということになるのでしょうか、小島チア組が武藤アニマル組の独走をなんとか阻止しました。いやー菊池さん、はい、小島が武藤からピンフォール、はい、しかも世界最強タッグのリーグ戦で、はい、何かあのまあちょっと例えは違うかもしれませんけど、はい、天竜源一郎が馬場さんからピンフォールを、ね、ありました、奪ったのを何かオーバーラップさせるような出来事ですね、はいはい、今日は仲間割れもしませんでしたしね、はい、これでまたリーグ戦面白くなってきましたね。そうですね、武藤組は今日敗れても得点はまだトップですから、はい、武藤決定が2つ増えたというだけですからね、8点のままですからね、はいはいはい、これで小島清組が2点追加で7点、はい、1点差と迫りました、はい、この点のなんだろう、大谷戦、正直言ってあの時あいつは気迫っていうのはね、ちょっとビビったというか、試合は、なんだろう、老化さっていうのが、老化っていう言葉は自分ではあんまり使いたくないんだけど、疲労ことできたけど、なんか、今日のケア小島にしても、なんだろう、スピリッツ、勝つ気持ちが向こうの方が上回ってんだ。それはなんとか、まあ、老化っていうキャリアっていうもので、うまく、こう、覆いかぶそうと思ったんだけど、あいつら見事突き破ってきた、ただまだ一敗だけだから一位か変わんないから、うん、全勝は出ましたけど、優勝いやビクトリー OK、 ウィーチャンピオン OK、 アニマルムータナンバーワン OK。さあこの長岡大会、今全試合が終了しました。菊池さん、はい、メインイベントはすごい結末になりましたね。後半 の、 あのスパートかけてから何試合分のフィニッシュが出ましたかね、もうきっかけはあのね、はい、アニマルのナネステパワーボールから、はいはいはい、小島のラリアット、はいはい、シャイニングウィザードとね、はいはい、ダブルインパクトも狙いましたし、はい、で最終的には、まあ、小島がハンセン直伝のラリアットで倒したんですけど、それまでに誰がどこでフォールを奪ってもおかしくないだけの破壊力ありましたから ね、 いやしかもおそらく小島聡、はい、レスラー生活において武藤からの初ピン、そうですね、はい、はい、いやいやいや、この長岡
やはり何かが起こると言われてますけども、はいはいはい、起こりましたね、はいはい、昔あの最強タッグで、平成元年ですか、あの天竜が馬場から札幌大会のボールが、はい、あれをちょっと放出させますよね。そうですよね。さあこれでですね、はい、さんこの世界最強タッグリーグ戦、はい、星取り票がね、はい、また複雑になってまいりました。いや今日の長岡大会が終わって一段と面白くなってきましたね。そうですね、面白いってことは複雑になって分かりにくいってことなんですけど、はい、まあ、今日武藤圭司組が、はい、負けたことによってね、はい、今日勝てば10点でも、はいはい、ほぼ優勝は間違いないかなと、はい、でも今日勝ってしまうとね、武道館で負けても優勝って一番つまんないケース、はい、これだけは避けられましたから、小島麦主君ここですよね。そうですね、まあ武藤アニマルウォリアー組が8点で足踏み状態、はいはい、そしてセミで天竜天太組が勝ちましたので、はい、天竜天太組が6点という形で、はいはい、でただいま小島ケア組が武藤組に勝利したことによって7点、はい、武藤組についに1点に迫りました、はいはい、デンブルも不戦勝を勝ち取ってますから今日、はい、7点ですね、7点ですよね、はい、そしてスティーブ・ウィリアムスマイクロトンドのバーシティクラブも7点、はいはい、いやー、まあ、混戦ですね。絞られたっていうにはちょっと多すぎますけど、はい、まあ、脱落したチームは3チームしかないってことですよね、8チームのうち、まあ、そして12月6日の日本武道館まで、はい、あと2大会を残すのみとなりました。ね、ただあの天竜天体組はですね、朝もあのフリート番組を残してるだけですから、これは2点プラスして武道館行かれると思うんですよね。そうですね、ほぼ間違いないでしょうね。武藤アニマル組はあの明日ウィリアムスロトンド組、はい、バーシティ、はい、これがやっぱりちょっと難敵で、どっちか負けた方がやっぱり脱落ということになるんですよね、はい、今日は、今日の、ね、流れを、ね、引きずっていると武藤組もちょっと危ないかなと、はい、そうですね、形になります。さあそしてその4日の石巻の方で小島太陽ケア組は安城長井組、これ大事に取らないとまた長井はぶっ壊し屋ですから、そうですね、これで壊されたら困りますからね。しかも長井安城組はこれでも完全に優勝の目がないチームにね、はいはいはい、いやそれが怖いんですよ、もう失うもんないやつは破れかぶれで来られるのが一番怖いんですよね。はい、まあ、そして6日の武道館でありますけれども、はいはい、まあ、一応試合順はまだ未定ということではありますけれども、はい、安城長井組とバーシティクラブ、はい、そして太陽ケア小島聡志組対大谷慎一郎田中正人、まあ、優勝戦線外しても注目の一戦ですよね、そして武藤圭司アニマルウォリアー組対天竜源一郎、これはもう最高の山場でしょうね、はい、まあ、とにかく武道館で優勝が決定しますけれども、はいはいはい、どの試合の組み合わせが優勝決定戦なのか、うん、ちょっと今の状況ではね、これ一つ一つ終わっていかないと分かんないですよ、読めないんですよね。